恐ろしきものを見た。湧き出てくるのじゃ。次から次へと。とめどの、とめどの。若様、若様がお屋敷の奥に、わしのせがれが、猪助が向かったゆえ、無事と思うが、はぐれ忍びよ、念のためじゃ、お主も、 若様をお救いに行っておくれ。<笑>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 
様のこの先へ行くのはやめておけ。恐ろしき現実よ。種ならしがなければ破れぬぞ。これをわずかだがそなたに託そう。種ならしがなければ森役の務めと勇んでみたが、平田はしまいじゃ。母だけでも母上、長女よ、みんなどこへ行ったのだ。巫女様、現実か。久しいな、フクロウのせがれよ。お嬢殿、言ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。やろうか、せがれ殿。Thank you.
狼殿、よく参られました。手に入れた血の塊ですね。見せてください。物資殿のものと同じように血の色がわずかに淀んでいる。だがこれは、足りるか。おそらくはこれで竜骸の調べを進めます。また戻った時に解を得ていること期待していてください。では、ま、なんじゃ。その忍び義手、随分と腕に馴染んできたようじゃな。お前さん、これを取っておきな。これは？お前さんの牙でどう噛み殺すか。それが書いてある。要は忍び義手を使った戦いの術じゃな。分かった。まったく、義手の忍び技などもはや無用と思っておったが、分からんものよな。死者たちに
静まったようじゃな。ゾクメイ、まだ生きてるのか。何、禁止は、禁止は。ああ、ありがたいや、ありがたいや。何を拝んでいる。はい、お前さん、仙宝寺を知らんのかい。金剛山の仙宝寺、尊いお方がそこにおわす。さあ、お前さんも拝んでみ。ありがたいや、ありがたいや。お主、太郎兵に鎧を着せたそうじゃな。ああ、あやつめ、ぐずりおってな。まったく難儀な仕事じゃった。だが、その甲斐はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え、今や刃も通さぬのじゃからな。まあ、その通りじゃな。無理くり着せているからの。何かあれば、鎧はすぐに剥がれちまうさ。
クロウ様。黒幻ですね、エマ殿。分かっています。源一郎殿がお待ちなのでしょう。天守の上階に戻ります。狼よ、あの時吹いてくれた足の歯笛じゃ、こたびはそなたが音を頼りにきっと前へ。